皆さん元気ですか？今日私は2つ日本のことを教えたいんです。まずは恋魚です。恋魚は綺麗なのは世界に相手がありませんよ。恋魚の本物の名前は錦鯉です。新潟県にから来ました。恋のファレイチはたくさんありますよ。今は70くらいですよ。私にとって一番嫌いなのは琥珀です。体に白いと赤い色が出てきますよ。他のは短所。短所鯉は体に白いでも頭に赤い丸がありますよ。なんか日本フラッグみたいですね。一番年上の鯉の年齢は分かりますか？年齢は226歳です。そして一番高いの鯉は分かりますか？それはレジネスという鯉です。琥珀鯉です。値段は2億300万円です。鯉は本当に面白いですね。そして魚と話せばなんか日本食の特に魚にも話しましょうよ。ねえ、あんたたち船寿司知ってるか？知らないのか？まあこれはちょっと難しいだからな。船寿司は寿司の本物の話があった。出版社はラシアのカフェあるみたいですよ。寿司は2タイプがありますよ。本慣れと早慣れでございます。普通のは早慣れです。生の魚とスープワンとあの道で食べます。船寿司は本慣れの寿司です。フェルメンテーション魚は岩の湖から取ってあります。血を捨ててお腹の中を捨てて塩に寝させます。3年間の後食べられることができます。これは滋賀県の伝統的な食べ物です。この船寿司は作るのは生の魚から船寿司になるまで3年間ぐらいかかりますから、昔大勢の人をこんな食べ物をしけていますが、今は少ないになった。今滋賀県にある船寿司を売れる店はもう400年だよ。今作ってるのは18代目です。すごいじゃない。まあ今日はそれだけだと思います。今まで来ててありがとうございますね。じゃあまた。